なんかさ、俺らさもう付き合って3ヶ月経つのにさ何もないのな俺たちねえ何も思わないのお前は俺たちもうさガキじゃないんだからさそういうことがあってもいいと思うんだよね そう思わない,思わないの携帯いじってんじゃねえよ大事な話してんだろうスマホいじるのやめてねえ <laughs> いいよ別にそこまで改まらなくて <laughs> 大丈夫こたつには入ってていいよ足寒いでしょ とりあえずさ LINE 見せていや別に特に意味はないよ信じてる信じてないとかの問題じゃなくてさ見たいの <laughs> 何なんかあるのそんな反応されるとさもともと疑ってなかったとしてもどんどん疑いたくなってくるんだけど 別に女友達との LINE なんてどうでもいいじゃん。見せろよ。え、何俺に見られたら困る話題でも話してるわけ俺はたださ、お前が男と LINE してんじゃないかなって思っただけだよ何か俺以外の他のことに気が向いてんじゃないかなって思って、ちょっと聞いてみただけだよ。でもさ、 もう気になっちゃったからさ女の子との LINE も見せて大丈夫だよ怖くないよほら手貸して <laughs> やじゃねえだろあーあったかいてこれでもう逃げられない じゃあ、そのお尻の横に隠した携帯見せてもらおうかな <laughs> ダメだよトイレも行かせないよ <laughs> 別にしたければどうぞここですればいいじゃん 俺はお前がスマホ見せてくれるまでこの手は絶対に離さないから <laughs> そんな可愛いい目してもダメだよ俺がダメっていうことはダメなんだよ俺が少しずつ教えてってあげるからね今日からお前はまだ知らないかもしれないけど俺すごい嫉妬深いんだ すごいや気持ち焼くしお前のことすごい束縛するよ分かってるかな俺のこういう性格俺のこういうところも含めて付き合ってくれたんでしょ <laughs> 知らなかった知らなかったじゃすまねえよ俺もうお前のこと好きになっちゃってるからさ今日から少しずつ教えてあげるからね 暴れんなよ。言っとくけどさ俺が本気で怒ったらこんな細い手首一瞬で折っちゃうからね嘘じゃないよほらこっち側に曲げてこの角度で押し込むとお前の腕なんてすぐ折れちゃうからっ <laughs> 分かった俺に逆らえないってこと。いい機会だね、今日は。だからさ、言われたことはきちんとやるんだよ。言われたことがきちんとできたら、それなりにご褒美もあげるし、お前がしてほしいこと何でもしてあげるからね。分かったほら、じゃあ抱きしめてあげるから、こっちおいで。 嫌がんのなんで嫌がんのこの5分間話してきたことがお前には伝わってないのかなねえそういうことそれでいいそういう解釈していい後悔しない大丈夫そうそうか別れたいとか言っちゃうんだ。 これでこうはいじゃあこの手を机の上に置いてよしまずはボールペンでやってあげる指開いてもっとだよ指開けっつってんだろ 自分で開けよバカ。ほら震えないの俺の膝の上を置いて優しくしてあげるよ分かった分かったかこっち来い 俺の膝の上に来い。俺の上に乗れ。シーコだ。足もっとくっついて背中を俺のお腹に押し付けてごらん。そう体重乗せていいよ。はい いい子だ、よしよしよくできましたよしよししてあげるよねえ許してあげようか許してほしいなんだまだ別れたいとか言ってんのお前もういい加減泣きやめよ <laughs> 何俺のこと好き 好きだけど怖い怖くないよ。お前が俺の言うこと聞いてくれて、何一つとして俺に不安を感じさせなければ、俺はお前のことずーっと好きでいられるし、お前次第なんだよ。ね俺は、今日お前が欲しい。 お前にたくさんキスしてお前の肌を感じて誰よりもお前のことを知りたい俺の知らないお前をたくさん見せてそしたらお仕置きもしないよ <laughs> 優しい俺になって安心したじゃあ 初めてのキスする前に、さっきのゲームの続きやろはい逃げない逃げない机の上に置いてそう指開いてそうさっき説明し損ねちゃったから説明してあげるよ 俺がお前の指の間をこうやって打ち込んでって3往復するそれも本気のスピードで手加減はなしもしお前の指に刺さることなく3往復できたら俺の勝ちその場合お前の LINE をくまなく見させてもらって俺の気に食わないことがあったら お仕置き。明日の朝まで。で、もし途中で、お前の指に刺さるようなことがあったら、俺の負け。お前の勝ち。今日はもうお前を休団するようなことはしない。と楽しいゲームになりそうだろ。う。やってみるか 考えたってわかんないよ、お前バカなんだから。理解しようとしなくていいよ。ただの楽しいお遊びだよ。さ、じゃあ始めようか。え何それって。カットーだけど。何言ってんだよ、お前。 お前の罪を逃れんのになんでボールペンでやんなきゃいけねえんだよ。当たり前だろ。10交換だよ。バーカ。<laughs> これから俺と一緒に、たくさんいろんなこと学んでいこうね。とりあえず今日はさ、ゲームに勝とうが負けようが、お前の手がボロボロになろうが、終わった後で、 しっかり俺とのキスの仕方から何から何までみっちり教えてやるからさ。絶対に忘れんなよ。わかったか